客室で初恋の人の変死体を発見してしまった葵ちゃんが先輩であるトイレイチェルに相談。果たしてこの事件の真相は導き出せるのか。大変なんですよレイチェル対戦。なんすか。僕今客室の掃除をしていたんですよ。うん。そしたら人が死んでたんです。へえ。って人が死んでた。いや嘘でしょ。いや本当本当本当。いや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 。しかもその人の顔を見たら、うん、僕の初恋の人だったんです。マジで。そうなんですよ。初恋の人って誰。初恋の人は、まあ、初恋の人で。ちょっとそれよりもですよ、うん、さっきこの館内に怪しい人見かけませんでしたか。うん、怪しい人。あ、いた。お、あのね、なんて言ってたっけな、なんかね、なんか自分のことをね、なんか言ってたんだよね。うん、なんだっけな、なんかね、ショートケーキがなんとかってお話してた。何？なんかね、そんな小言を言いながらね、走ってたよ。やばいな、ショートケーキかい。ショートケーキが鍵を握っているんだな。うんうん。なるほど。その犯人は、うん、館内に忍び込み、あ、うまっ、そのショートケーキを出汁に使って、うん、そのは俺の初恋の人を呼び出した。うん、きっとそうだよ。その人影は、うん、どういうシルエットしてました。パイセン、なんかね、結構早かったんだよ。足が早い。でもなんか変な、あ、そう、こんな感じのやつ持ってたの。怖い。そう、でもなんかもうちょっとね、見慣れた感じの、なんていうのかな、先が結構ワシャワシャしてる感じの、あ、そう、あのトイレの掃除に使うあのブラシみたいなの持ってたの。あ、思い当たる人がいるの。もしかしたらあいつかもしれない。誰今までの情報を整理すると、ショートケーキのことを考えてて、うん、で、こういう感じのやつでトイレのブラシを持ってて、うん、それで走る。ああ、分かった、うん、あいつだ。あいつだよ。あいつしかいないんだな。あいつしかいないよ。ちょっと、うん、パイセン、うん、やつはパイセンの後輩なんじゃないですか。そうだよ、後輩っていうかね、弟設定なんだけどさ。兄弟じゃないんですか。そうなんだよ。だからさ、兄弟のことをちょっと問い詰めるのはさ、心が痛むんだよね。俺が、うん、俺が先に行きます。本当に特攻隊長で行くんで。うん、パイセン、ちょっとあの決めてやってください。分かった。じゃあ葵ちゃんが先に行って、そうだな、あ、いいものあるじゃん。ちょうどそのサッカーボールで、うん、スパイク決めてきなよ。パイセン、いいよ。で、その隙にレガこれで殴るから。お兄ちゃんなんでしょ、ね、お兄ちゃんなんでしょ、うん、お兄ちゃんだからちょっと尻拭いはちゃんとしてあげなきゃダメでしょ。あ、なんかすごいけじめな感じがするけど、うん、けじめはちゃんとつけないとね。ボッコボコにもう使えなくなるぐらいまでさ、便器破壊してやろうよ。いや、もう本当俺の初恋の人だったんですよ、ね、本当に好きだったんだ。わかる、その気持ちね。すっごい悲しいなっていうの分かるよ、うん、この気持ちを、うんうん、あいつにぶつけてやらないと。そうだ、渾身のスパイクでぶつけるといいよ。全力でいける、全力でいける。最後の一口俺にください。うん、